見ている方も、時空 TV から見ている方も、はい、赤坂 TV から見ている方も、はい、全国ネットカフェ自由空間から見ている方も、その他ユーストリームから見ている全世界の皆さん、こんにちは。こんにちは。はい、この番組は東京の食、歴史、文化を生放送でお伝えする情報型番組です。情報型番組、うん、はい、はい、です。ですね、この番組は、生放送で配信しておるんですが、ですね、チャットに参加できる形になっておりますので、はい、皆様どしどしチャットに入っていただければ、どんどん絡んでいくので、はいはい、ぜひ見ているだけじゃなくて皆さんチャットに入ってみてください。はい、そして早速、ひでかつさんが入ってくれてます。ひでかつさん、ひでかつさん、ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。ちょっと2分ぐらい遅れてしまってすみませんでした。はい、すみません。はい、ということで、じゃあ自己紹介の方、はい、いきますか。いきましょう。はい、ですね、古株調査隊員の姫こと、姫こと眉尻美樹です。はい、はい、ということでね、今日早速触れなかったんですが、はい、今日は私服スペシャルということでね。私服スペシャルどうですか。はい、なんか最近ずっとあれだったんで、たまにはみんなもね、我々の私服も見たいかなということで、はい、私服にしてみました。どうですか。髪型は完全偶然だけどね。はい、偶然です。おソロです。双子です。髪型は偶然一緒になってしまいました。はい、あっちゃんもこの髪型だったっていう。ちょっとびっくりしました。はい、ということで、はい、じゃあどうぞ。いきます。はい、新人隊員のあっちゃんこと、はい、あっちゃんこと田中あすこです。お願いします。イエーイ。あ、ほら、ひでかつさんがほら、いいねいいねって書いてくれてる。どうですか。いい、たまにはいいよね。たまにですね。たまにはありです、これ。うん、どう、今日のファッションポイントは。じゃあファッションポイントですか。なんかバグ、まさか振られると思わなかったでしょ。今まさか、ポイントはこのチラッと見える黒の T シャツ、ね。結構チラッじゃなくてガッツリ見えるんですよ、結構。いや、これもともとこの白いカットシャツみたいなやつが、もうベロンベロンっていうのがこういうのなんですけど、もともと、はいはいはい、どんこにしかとか突っ込まれちゃった。そうなんですよね。はいはいはい、あっちゃん、あれ、それピアス？そうです。あ、意外に開いてたんだね。そうですよ。あと、あととか言っちゃった、間違えた。はいはい、つけてみました。はい。はい、姫ちゃん、姫ちゃんのポイントは、姫ちゃんのポイントは、これはあれですね、もう春服ですね。春の新作の洋服です。確かに。そう、もう見てください。結構スケスケなんですね、これ。またすごい、もう今日って言われちゃったけどね、がっつり出しちゃっております。うん、でもなんかブログにもね、この新しい洋服買ったみたいなこと言ったら、はい、なんか秀和さんも、見たいみたいな感じだったから。あ、これです。これでしゅ、これでしゅ、これでしゅ、そうです。はい、そうでしゅ、そうでしゅ。かわいいですね、ワンピース。はい、はい、ありがとうございます。なんか嘘っぽい、なんか何ですか、いつも本気で褒めてるのに。なんか先週も言いましたよね。なんかさ、ね、本当に嘘っぽいんだよね。なんかすごい、とりあえずこれ言っとけば間違いないみたいな感じで。全然違いますよ、本気。そうでしゅか、そうでしゅ、そうでしゅか、そうでしゅよ、そうでしゅよ。はい、はい、ということで、はい、じゃ先週の紹介からまず。そうです。おさらいからいきますか。はい、先週はですね、調布にあります焼肉メオさんに調査に行きました。はい、またね、ごきげんのりさんからの紹介だったんで、そうです。社長さんがさ、なんか結構イケイケな、また社長がいるよって言われてたじゃん。かなりイケイケでした。イケイケな社長さんでしたね。さらに上を行くイケイケでした。うん、でもちょっとテレ屋さんだったね。そうですね、若干。あ、で、すごい。その焼肉メオさんの、店長さんが22歳で姫と同い年だったっていう。そう、まさかのね。まさかの若いで、学生やりながらやってるって言ったよね。そう、すごいですよ。すごいですよ、その両立。あ、新しい方入ってくれました。コルネオンです。コルネオンさん、こんにちは。ありがとうございます。今日は私服デーということで、あっちゃんと姫ちゃんの私服です。見てください。はい、で、髪型はこれで合わせたわけじゃなく、偶然は。はい、偶然です。はい。あ、もう一人新しい方入ってくれました。お、だらだらだだらだらだ。あ、げんこつさんだ。げんこつさん、こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。ありがとうございます。げんこつさん、今日私服デーですよ。見てください。はい、まあ、見てくれてると思うよ。そうですね。うん、そう、見てくれて。普通に言われちゃった。普通に見てると思うよ。あ、コルネオンさん、はい、こんにちはって。こんにちは。ありがとうございます。はい、はい、あ、そうね、げんこつさん、こんにちは。そうね、はい、はい、ということでね、その焼肉メオさん行ったわけですけど、はい、もうね、
口の中でね、ほんととろけるお肉ばっかだったね。はい、全部とろけちゃいました。本当にとろけました。あ、超やばい、全く関係なしだったね。そうですね、実は全然なんか、はい、普通に言ってましたね。あ、また美女かける2ですかって。美女かける2って番組あったら面白そうじゃない。美女かける2、美容について語る番組みたいな。おー、いいですね、面白そうだよね。いや、むしろもうおしんちゃんとグファちゃんはなんだみたいな感じになっちゃいますね。美女かける2っていう番組を作ってもらおうか。あ、そうですね。新しくお願いします。すごい抽象きちゃったですね。どこが美女なんだよみたいな。で、顔にモザイク入れてもらって。あ、そうですね、まあ、話それちゃったけど、はい、それちゃったけどって自分がそらしちゃったんだけど、ね、はい、そう、焼肉みおさん、はい、ど、ね、コプちゃん、コプちゃん、コプちゃんの声覚えたでしょ、しかもすごかったですね。あのねえ、なんもうねえ、本当にもう思い出せる、うん、あれすごい、思い出せますよ、やばいよ。あのもう口にあの塩コプチャンを入れた瞬間、本当にもうスープでふわってなくなっちゃうぐらい、ふわ、なんていうの、なんかプルプル、あ、そう、あのプルプルプルだし、口に入れたらこうふわって溶けてっちゃうっていうホルモンなのに噛まなくて、うん、そうなんです、噛まないで OK なんですよ。コプちゃん噛まなくてそのままもう溶けていくんですね。で、そのタレもさ、あそこの焼肉麺さんは4種類タレがあって、秘伝のタレと、あとニンニク醤油だれと辛味だれ、辛味だれと、あと、あ、レモン汁だっけ。あ、そうだ、そうそうそう、レモンだれ、レモンだれの4種類でやってたんですけど、その秘伝の、あ、そうだ、最初にワインバラを出してたんですね。そのワインバラっていうのが、ワインに何時間もお肉をつけて、で、そのお肉を焼いて、そのお肉がまたね、肉厚なのにね、ジューシーで柔らかいんだよね、これが。よかった。ほんとに。はい。よかったーって何ほんで。おばあちゃんみたいな声だけど。そう、中から出てきましたね。よかった。よかったーすごい。はい。でもうそのお肉を、まあ、目の前で店長さんに、あ、新しい方が、はい、あ、小バックマンさん、小バックマンさん、こんにちは、ありがとうございます。小バックマンさん、今日はあっちゃんの姫ちゃんの私服デーです。デーです、見てください。いや、見てるでしょ。はい、何なのってさっきから、なんで学ばないの。はい、しっかりして、ちょっと、はい、はい、よかったね。はい、いいですね。それも、はい、え、はい、ちゃんと喋って聞こえなかった今。ごめんなさい。なんかいつもなんかね、この距離にいるのにいつもなんか、そうそうそう、多分私のそうね、滑舌の悪さ、ね、滑舌の悪さに、はい、はい、で、そうね、あのワインバラ、そう、目の前でね、こう店長さんが焼いてくれるんですよ。焼いてくれるんです。それでそのワインに何時間もつけたお肉を、うん、またその秘伝のタレにつけて食べたんですけど、最高でしたね。もう、うん、あれはね、ちょっとやばいが出ないわけがないね。もう普通に出てましたね、うん、あ、そうですね、あ、そう、あ、よだれが、よだれが、今も普通に思い出しただけで出ちゃいますね。時間、寝坊しちゃってさ、はい、朝ごはん食べてこなかったから喋りながらすごいお腹がなりそうで怖い。確かに、うん、あ、新しい方入ってくれました、はい、ですね、エルスクイーさん、こんにちは。ハローかな。ハロー、はーい、ハロー、ハローどうも。はい、で、げんこつさん限定のレバ刺しはどうでしたって。そうなんですよ、後でいただいたんですよね。そう、あの、そうなんですよ、限定のレバ刺しは放送では時間がなくて流せなかったんですが、はい、はい、まあね、まあ、収録後の、まあ、あれですね、お疲れ様みたいな感じでレバ刺し出していただいたんですけど、はい、もうやばいよ、姫ちゃんほとんど食べました。てか、ね、あっちゃん1枚あげて、 あと全部姫が食べました。はい、姫ちゃんがガツガツ食べてますね。本当に生肉が大好きで、本当に馬刺しとか馬刺しとか、まあ、新鮮なやつは食べられないけど、その、まあ、馬刺しだったらそのニンニクとかつけて食べるんだけど、もう本当にね、あそこのね、焼肉みおさんのレバ刺しは本当1日限定5食ってだけあって、そう、もうね、新鮮さが本当に新鮮だった。さが、ね、さがさがって新鮮さが突っ込んでほしいみたいな感じなの。はい、大丈夫。はい、そうそうそう、まさに肉食系女子、姫、そう、
まさに肉食系女子姫ってすごい言いづらいよ、言ってみて。まさに肉食系女子姫、言いづらくない結構。そう、本当でも肉食女子なんですね。はい、そう、ね、認めた、認めました。そう、そのレバ刺しをこう、あのごまだれっていうか、こうつけるじゃん、つけるのね、はい、つけてたじゃん、はい、もうね、最高。本当にね、あのもうね、レバ刺し好きにはたまらないぐらい、たまらないですね、美味しかった。うん、あ、た、あ、店長、ああ見えても若かったね。そう、22歳。ああ見えてもすごい、見れ、見られないって言ってますね。見られないって言って、大体なんか30過ぎに見られるって、でもまさか同い年だとは思わなかったから、ちょっとびっくりした。私はちょっと思わなかったですね。まさか、結構年齢近いもんね、はい、うん、だってちょっと結構ね、あの、うん、若めな感じでね、貫禄がある。でもね、学生さんで、ね、あの日にちょうど卒論を出したって言ってましたね。すごい、本当に学生だって思いましたね、うん、はいはいはい、卒論っていう。で、またそのお店の雰囲気がさ、そう、昔ね、ね、あ、ちょっとかぶっちゃった。かぶっちゃったね。はい、レトロでさ、そうなんですよ、音楽もまた、あ、そうね、あのポスターとかもなんか、あの、写メとかにも多分映ってたし、放送にも映ってたと思うんですけど、本当に昔のなんだろう、ポスターとかを、そうなんですよ、ミキどうどうざんでしたっけ、こういうやつですよね。え、何それ。言ってたよ、はい、ごめんなさい。ポスターのこういうやつ、そうそうそう、昭和だったね、すごいね、はい、本当に。もうだから、あ、何ですか、あの、こういう、よくホルモン焼き屋さんで見る、あ、ああいうのってレトロの店限定なのかな、なんかあんまり普通に。何ですかこれ。ほら、あるじゃん、こういう、ほら、いや、焼くやつの上にこうある、こう、なんか、ガス、吸うやつですよね。吸うやつ。あれってさ、普通の焼肉屋さんってなくない？なんか、ほんと、普通にある焼肉屋さんってこれないよね。こういうやつって。あんまり。普通の焼肉屋さん。ある？あ、ある。ある？あ、ある。あれ？はい、新しい方が入ってくれました。あ、ユースリムさんを見てくれてます、ありがとうございます。えっ、ー、とですね、あ、静岡さんです、静岡さん、ありがとうございます、ありがとうございます。今日は姫ちゃんとあっちゃんの私服デーです。あ、こんにちは、はい、こんにちはっすって、こんにちはっす。あるところにはある、あ、そうですよね。え、でもなんかミオさんのことですよね。あったよ。え、だからその話をしてるのって、メオさんにこれがあったよねって話。嘘だ、ありましたっけ。いい加減にしてもらっていい、何の話。ここだけしか見てない。一生懸命さ、こうやってやってたさ、この動作の意味は何だったの。いや、なかったなみたいな話をしてたから、何だったと思ったの。なかったねって話だったみたいな、なんですよ。だけど、なかったねって話で、なかったですねって思ったと思いました。どこ見てるの、本当に。ずっとここしか見てなかったんですよ、うん、あっちゃん、メモりなさいって書かれてるよ。はい、メモってますよ、静岡。そう、あ、肉食なのにレパートなのか。あ、そうですよ、肉食女子だからね、あっちゃんもね。え、私これ肉食系っぽいですか。ひめちゃんめっちゃガツガツ、ね、超肉食な、うん、肉食な感じだね、今日、うん、そう、うん、あっちゃん、舞台の感想だって。そうです、おしんちゃんとくまちゃんの舞台を日曜日見に行ったんですけど、はいはいはい、なんか私でもあんまり舞台とか見に行かないんですけど、はいはいはい、なんか形式っていうか、なんか、はい、がですね、なんか、うん、なんて言うんだろう、あれ本当にアドリブなのかなと思った、アドリブなのかなと思ったんですけど、まあ、劇場はアドリブ劇場だけどね。そうなんですよね、今思ってちょっと思った、だからアドリブなのかなと思ったんですけど、うん、そのお客さんのところにまで来るんですよ、はいはいはい、こうやって質問っていうか、多分ね、それはね、本当にアドリブだと思うよ。ですよね、うん、それは本当にアドリブだと思う。びっくりしました。くまちゃんとかがやってたってことでしょ。そう、あの人本当ね、適当だから、無茶ぶりだから。そうなんですよ。で、だけど人に無茶ぶり振られるとテンパっちゃうタイプなの。あー、なるほど。人にいきなりわけのわかんないアドリブさせられると、うん、自分のほら、想定外の範囲を超えちゃうと、みたいな。で、自分の得意ネタを結構言っちゃうみたいな。それでもう、その、喋りかけていった子も、そうそうそう。もう、可愛い子とか、うん、イケメンをくまっちゃう。お、そこのイケメンとか、ここにいるみたいな。いやだね、いやらしいね。ドーナツあげてるんです、こうやって。え、本物食べれるやつ？あげるって。本物の。本当ですよ、本当ですよ。そうなんだ。くまちゃん、美川さんみたいだったりとか。そうですね、すごいお化粧し、はいはいはい、してるんですけど、役があのおかま役なんで、うん、みんなすごい顔がもう顔がすごかった。すごかったですね、はいはい、それは今やってくれというフラッグですか。だって、お、フラッグ旗、え
ね、まあ行ったってことですね。そうです。ゲンコツさんに会ったんでしょ。ゲンコツさんに会いました。ゲンコツさんありがとうございます。なんかもう本当嬉しかったんですよ。じゃあ声かけていただいて、はい、だから調査隊員の方に、あ、普段見てくれてる方に会うとやっぱ感動するよね。感動しました。すごいね。ありがとうございます。はい、ゲンコツさん、あっちゃんよろしくお願いします。お願いします。私しかも一人だったんですっごい寂しかったですよね。あ、ぶっちゃけた話。そうか、そうか、そうか。そうか、いいえ、いいえだって、ゲンコツさんが。やったーやったー、ね、やったー、嬉しいっすー。嬉しいっすー。はい。はい、じゃあちょっと焼肉皆さんの話に一瞬、はい、戻ります。戻ります。はい。で、あとは、ワインバラと、その塩コプチャンと、はい、あと、メオサラダ。メオサラダを。いただきましたね。で、そのまたメオサラダの、ボリュームが、こんなこんなこんなすごいボリュームで、で、味付けがですね、またすごいね、ごま油でね、すごい良かったですね。そうなんですよ。あの、はい。メオさん特製のドレッシングで。新しい方入ってくれてますね。エスパー、アン、エスパー、あ、エスパー、トバ。エスパーアントバーさん。こんにちは。姫ちゃんと、あかんでーす。今日は二人でお送りしてます。あ、今日お試合本当は来るはずだったんですけど、はい、ちょっとあの、今日はシベリア支部に、ちょっとあの、一瞬お買い物に行っちゃって、はい、一瞬行っちゃいました。帰ってこなくて、はい、今日ちょっとお休みということで、あ、はい、I love Japan Girls! あ、ハロー、わー、 Thank you! Thank you! Very much! そうですね、この番組は嬉しいです。世界中の方が見てくれてるので、はい、いろんな国の方が見てくれてるわけですよ。で、いろんな国のアイドルってことですよ。はい、いや、嬉しい、嬉しい、うれぴーです。え、何今の、なんか、ね、持ちネタみたいな感じ。嬉しい、嬉しい、うれぴーです。なんか、どうですか、鳥肌立ったんだけど、大丈夫かな。あ、いいですよ。あ、これ私ネタにしますね。え、ネタで、明日もう来週に忘れてるでしょ。はい、はいって。それ言っちゃいます。え、え、はい、ピーつけただって。あ、とりあえずそうですけど好きなんですよね。つけるパクリじゃん。え、誰誰あの方の、え、誰ですか、あの方のパクリじゃないですか。ピーなんかつけちゃったらピね、ピーとかじゃなくて。見てる方はみんな分かってますね。あれ、片方ひでかずさんピーつけたって来たんだと思うけど、名前は言えないから言ってないんですね。私も誰ですか、誰ですか、ピー。そうそうそう。じゃあ今あっちゃんにこそっと教えますね。はい。あ、もう一回お願いします。こう難聴だわ、この子も。おばあちゃんだわ、本当に。違います、違います。名前は言えないんで、ちょっとこそっといきますね。はい。あー、ほんと申し訳ございません。今、分かったかな、はい、聞こえた、聞こえましたよ。よかった、よかった。はい、うん、名前はね、なかなか言えないでしょ。言えないですね。そうね。うん。はい。そうね、まあ、メオさんに行ったわけですよ。はい。あ、そうだ、メオさんの、あ、違うわ。あ、そう、生き方ですね。はい。簡単に説明すると、すごい簡単だったんだよね。簡単でした。調布駅を出て、はい、調布駅の、南口、北口、はい、北口を出ていただいて、ですね、そのまま、まあ、パルコがあって、声優があるんですが、はい、まあ、その声優の通りをずっと行くんですね。はい、で、声優のところ行きますと、ファミリーマートの、ファミリーマートを右に曲がっていただいて、はい、で、最初の、まあ、そのまま、あれでも付き合っても商店街みたいなところになってますね。なりますね。はい、はい、で、そのまま右に、ファミリーマート右に曲がっていただいて、はい、で、また左に曲がっていただけると、焼肉、メオさん、調布店が、ございます。はい。でですね、おみ、席の方がですね、5択、6択とかなってたので、はい、もし行きたい方は、もしかしたら予約した方が確実に席を取れるかもしれないです。はい、なんか、遅めの時間帯にすごい混む。そうですね。なんで、もし遅めに行く方は、多分予約されてから行った方が。確実ですね。はい。弁護士さんがおばあちゃんだったのかって来てるよ。私ですか、うん、あなたでしょ。いやいや、19歳です、まだまだ。ね、おばあちゃんみたいだよね、動きがね。お茶とかに、抹茶とか。あ、ほんとですか、うん、なんかあの、おせんべいとかあげたくない。あ、でも歯折れちゃうね。あ、折れね、待って待って、そんな歯弱くないです。おまんじゅうとか、柔らかいものとか。そしたら喉詰まっちゃうじゃないですか。あ、やっぱおばあちゃんなんだね。はい。はい。はい。次回、見たかった園では違うものを食べなきゃ、そうですね。まあ、それでですね、その焼肉メオさん調布店で、はい、またあの、雷調査隊の特典をいただきました。いただきました。はい。特典いただきましたってこうやってやったのにこうやってやられたと同じです。この噛み合わなさ。すいません、もうどうも。はい、いいよ。はい。それでですね、これ、まあ、ご機嫌取りさんでも、まあそうだったんですけど、はい、今回焼肉メオさんでもですね、焼肉メオ調布店さんでも、はい、
お会計の時に、はい、雷調査隊の、あっちゃん、ひめちゃんを見たで、なんとですね、なんとお会計が半額になります。半額でーす。もう半額ってさ、もう元々の値段がメオさんってすごく、安いんですよね。ほんとお肉もワンコインで食べれるお値段なんですけど、それをさらに半額にしちゃうっていう、これはお財布に優しい。だからね、あのデートとかで、あの彼女がお肉食べたいとかって言ったら、そこ行ってこそっと雷笹さんひめちゃんあっちゃん見たって言ったら、まさかのすごい値段で、彼女がトイレ行ってる間にすごい安い値段でお値段が支払えるという。どうですか、お店は赤字かどうか私たちは分かりません。分かりません。どうなんだろう、どうなんだろう、そこらへん、まあ、ですが、はい、まあね、その安くねやれるっていいですよね。そうです。なんかあと友達同士で行ってもそれだけの値段だったら、学生さん同士とか行っても友達が今日ちょっとおごるよとかって言って、レジのところでちょっと紙の調査台見たとかって言って安く払えるから、ちょっとまあ友達にもね鼻高くいられる。確かによね。しかもいっぱい食べても安くなるからね、みんな行ってみて、本当に、本当にあの行きたくなったでしょ。あ、先週のアーカイブとかさ、見てない人は見てくれれば分かるけど、はい、もうね、本当にあれお腹空いてる時に見た、今見れないもん、お腹空いてるから見ちゃもうダメです。見たらダメ、見たらダメ。そうそう、え、静岡さんが、はい、会費撤収してタダで食べたいです。おお、そこまで行っちゃいますか。そこまで行っちゃいますか。すごい。そうね、っっ、うん、あっちゃん、ひめちゃんが大好きでは安くなりませんが、なんか、かでも雷調査隊がついてれば、はい、多分あっちゃん、ひめちゃんが大好きでは安くな、うん、絶対なると思いますね、うん、雷調査隊っていう、まずそのこれが絶対、ここのこれですよ、この雷調査隊ですよ、この子ね、これが絶対に必要ですね。どこ刺したの今。こっち刺っちゃいました。何にもないじゃんそっち。しかも手見えない、手見えないし。それでこの雷調査隊って、この雷調査隊のロね、このブランドが必要ですよ。そうですよ、ね、この名前を言ったらね、下北沢のご機嫌鳥さんでも半額になるし、焼肉麺を調布店でも半額になるっていうね、これまたすごい雷調査隊って、すごい雷調査隊っていう、ね、すごい。何やってんの。どうしたの。むしろもう刺してない、うん、むしろどこみたいな感じだね。うちの顔を消したいみたいな感じだけど。あああああ、そう、いや安心のブランドですか。そうです、安心のブランドですよ。あ、ブランド、はい、ご機嫌、下北さんのご機嫌鳥さんは、半額っていうのは期限は決まってないんですが、はい、決まってないですね。焼肉メオさんのその、雷調査隊みたいで、うん、その半額になるのは、来月2月いっぱいですね。はい、2月いっぱいでなってますので、お早めに皆さんお早めに、ぜひお時間ある方は、はい、バレンタインデーにね、女の子が連れてってもいいし、ね、いいです ね、 ね、まあ、もしかしたらバレンタインにそこで2人で食べてるかもしれないけどね。姫ちゃんあっちゃんで、そうそうそう、姫ちゃんあっちゃんでね、いいですね、かもしれないんですが、はい、ということでその焼肉メオさん調布店の紹介で、お友達のお店で、はい、ですね、焼肉メオの三鷹店、三鷹店に今度は、はい、行きたいんですが、三鷹店の人もあれでしたっけ、友達言ってたんだっけ、 そうです、そうです、そうだっけ、あ、違いましたっけ、あ、そうですよね、同級生だったよね、確かね、あれ、あ、それはまた、そうか、あれか、そうだ。そうですね、じゃあちょっと、あ、今ね、ホームページを見てますけど、はい、あ、三鷹駅北口から徒歩1分って書いてありますね。さらに近い。じゃあ先に住所の方言いますね。はい、ですね、東京都武蔵野市中町というんですか、この中町、中町、中町、中町1-17-2、営業時間が、夕方の5時から夜中の2時までになっております。はい、で電話番号が 0422-55-0019 となっております。はい、はい、ということで、そんな話をしていたらね、チャットの方が一人増えましたね。お、だがだらだー、あれ、みんなメンバー一緒だった。お、みんな入ったり出たりしたのかな。入ったり出たりしますね。あ、これがまた悩みましたね。はい、ですね、あ、ナッシングさんかな。ナッシングさん、こんにちは。こんにちは。あ、ちょっと喉の調子が。ひめちゃんと、あちゃんだよ。今日は、はい、シックスデーでーす。はい。ごめんね、噛んじゃって、食っちゃった今。大丈夫ですよ。お腹入ってきました？よかった。うん、違う。なんか今ほら、あっちゃんしゃべったの食っちゃった。あ、そっちですか。うん、そっちそっち。あ、やっぱ大人気メニューに、あれですね、ワインバラがありますね。コプちゃんも。ワインバラ、コプちゃん。あ、でも、これ、塩コプちゃんじゃない、ここのお店は。あのほら、塩コプチャンもあるよって書いてあるだけで、大人気メニューにはコプチャンと、あとこれが
おすすめみたいな、メオキムチって書いてますね。うわ、気になりますね、これ。またまた。あ、メオのこだわり。こだわり。三鷹にひっそり、あ、書いてありますね。あ、キムチ。やっぱキムチが、これ、もうメオのこだわり、キムチがこだわってますね、三鷹店は。どれどれ？そうですね。キムチ、ちょっと、食べれるキムチ。うわ、大好きですよ。あ、いいね。じゃキムチちょっといただきたいですね。はい。キムチインタビュー。キムチインタビューってありますね。なんかキムチを女優に例えると吉永小百合さんって書いてありますね。そうなんですか。どういうことですかね、これは。キムチと言ったら、キムチと言ったら吉永小百合さん。キムチの美味しい期間は約4日間って書いてありますね。でも、いや、近いからまたいいね、これね。ちょっとメニューもじゃあ見てみようかな。メニュー、あ、これやっぱコプちゃんが一番上に来てますね、おすすめで。あ、コプちゃん、プルプルな、普通のコプちゃんだね、これはね。あ、そうですね、うん、あと、あ、ホルモン盛りっていうのもなんか人気みたいで、なんだ、おすすめ。ホルモン盛りってなんかすごそうじゃない？ちょっと食べたいの、ホルモン盛り。食べたいですね。あと、タンもおすすめなんですね、ここ。うわ、結局見ちゃってもうダメだ。すごいありますね。はい、まあそういう感じで、まあちょっとな、何が気になる？一応気になるもの。いやー、やっぱ私おすすめのちょっとこ先週食べてないホルモン盛りと、うん、タンね。ちょっとあと、そうね、キムチ、そのコプチャー、キムチは食べたいね。キムチ食べたいし、あとそのまあそのこの先週塩コプチャーだったから、そうですね、普通のコプチャーも食べてみたいし、あと何だったっけ、あ、タンか、あ、タンです。タンも食べたいね。ちょっと狙いに狙いに行きたいね。行けたらいいですね、金曜日は。はい、ということで、はい、はい、詳しくはホームページ、あ、はい、詳しくはその下に URL が、はい、こっちですね。いや、違います、そう、文字です はい、確実文字、はい、ここに入ってます。ひでかずさんがまたコプチャン食べた方がいいね。そう、コプチャン、塩コプチャンじゃないコプチャンの方をちょっと食べてみたいな、ね。うん、あ、何ですかね、上にかかってる、なんだろう、なんか甘辛だれ系かな。そうなんですかね、うん、なんかでも食べてみたいよね。絶対また美味しい。おいしい、絶対美味しい、うん、あ、チヂミはって書いてある。あ、チヂミも確かに言ってましたね。そうだよ、チヂミ、なんか店長さんが、そうだ、チヂミもすすめって言ってた。あ、チヂミもだ。そうだ、チヂミ食べようよ。行きます。食べようよ。食べようよ。勝手にね、食べるものこっちで決めちゃってるけど、ね。食べたいもの、チヂミ食べたいなーみたいな感じで。狙っていきましょう、それ。はい。チヂミなんだっけ、すごい大きいって言ってたんだっけ、なんか、な、でしたね。で、大きいって言ってたかもしれない。大きくて、うん、しかもすごい、あ、フライパンで焼いてるって言ってたんだよ。フライパンで焼いてるから、すごい大きくて、で、しかも、そう、すごい大きくて、しかもそう、サクサクしてるって言ってたんだ。あ、そうだそうだ、すっごいサクサクのチヂミって言ってたのね。だからそれをちょっといただけたらいいね、半分でもね、ねって言いながら1個もらっちゃうんだよね。多分もらっちゃう、多分とか言っちゃってもらっちゃいましょう。愛媛狙いに。そうね、お店一緒だからレシピ同じなんですかね。レシピ、でもなんかホームページのやっぱ作り方は違くて、やっぱ押してるものは違った。あ、なるほど。うん、あの、その調布店のホームページは結構そのワインバーがガーンって押してたよね。押してました。うん、だけど三鷹店の方はそのキムチと普通のコプチャンが結構バーンと押してる感じだったよね。ましたね。あの、あとホルモン盛りにもおすすめって言ったし、タンも、うん、そう、違うみたいですね。いや、でもちょっとチヂミ食べたいな、確かに。なんか思い、うん、ですね。チヂミ大好きだからさ。はい、超大好きですよ。食べたいなぁ。チヂミ好き？大好きです。辛いの食べられるの？全然平気。あ、大好きですね。いいねぇ。うちもね、辛いの大好きだからね。あ、縮れ。そう、縮れ。ひでかんさん、縮れ。そう、縮れ。ちょっとそういう言葉に敏感ですね。うん、そうそうそう。縮っていう言葉にきっと敏感だね。あ、なるほど。いや、縮の後、ちゃんとれかみかちゃんと言わないと、あ、自分のことかなと。うん。あの食いっぷりでスリムに見える。二人ってこと？あ、うちらがですか？うちらがスリムに見えるってことかな？おそうそうそう。で、得点を変えてもらわないとバッティングしちゃうね。あ、そうそう。そうだ、今度はどんなになるんだろう。まあ、半額続きできたから、まあ、そうだね、じゃあ、チヂミをサービスとかなんかね。
いいですね。もうなんかまあいろいろちょっと考えておきたいですね。何それって間違ってたのさっき。はい。いいですね。さっきね、いいです。さっきちょっとこうやっちゃって、こう。いいですね。いいよくないですか。いいいいいい。え、よくないですよ。よくない。良いです。良いですよね。良いです。よかった。そうそう、素敵ですよ。あ、棒読み。棒読み。かっこ棒読み。よかったね、素敵ですよって。うん、じゃあ、そうだね、得点を半額じゃなくて、そうね、やっぱその、なんか一品サービスとかでも。あー、それでも全然。いいよね、うん。あ、いいですね、うん。今すごい時差があったけど大丈夫だった。やっぱおばあちゃんなんかこんな近くにいるのになんか時差が発生してる。いや、今本当ね、本当に朝ごはん食べた今日。いや、朝ごはん食べましたよ。あ、食べてるんだ。はい、一応。今日時間あったの？いや、頑張りま、いや、ちょっとやっぱ私、ちょっと、多分食べてこなかったら本当に、うん、あの、ちょっと、多分みんなに伝わると思います、お腹の音が、うんうん、おばあちゃん集中してって言われてる集中します。しかも私、うん、あのなんかあだ名おばあちゃんになりそう。おばあちゃんになりそうだね。おばあちゃんに行きなよもうじゃあ私おばあちゃんに風呂敷とか持ってきたじゃん今日。風呂敷、いつも風呂敷しょってきてるんですよ。来てません。え、皆さん、あ、これ言っちゃダメだった。死んでくださいよ、嘘言っちゃダメだった。風呂敷でしょって荷物来てるとか言わなければよかった。言わダメです。言わ、あ、取り消しで今の、すいません、ごめんなさい。生放送だから取り消しできない。やばい、編集できないんで、ちょっと。やめてください、やめてください。新人潰しが始まりましたよ。もうね、こんだけやっても新人じゃないですよ、もう。いやいやいや、おばあちゃんですよ。まだまだ、ちょっとおばあちゃん。みんなあだ名がついていいじゃん、ほら、ね。いいですね、おばあちゃんとか、前もほら、ね、あっち、なんかどっか飛んじゃった生ゴミみたいなのがあったし。あ、嬉しいですよ、おばあちゃんで。そうそうそう。でも、つけてくれたんでありがたいですね。うん、そうね、おばあちゃんでいきましょう、これから。そうね、うん、おばあちゃん、じゃあちょっと常にここおまんじゅう置いといた方がいい。おまんじゅう、うん、おまんじゅうとか。いや、こんなも放送中にですか、うん、あ、今度は志村けんさんのおばあちゃんのモノマネだねって。あー、やばい、きょうちゃんの前で言ったら知ってる、志村けんさんのおばあちゃんのやつ。あ、あ、そういうことですか。いや、違う、変なおじさんしか出てこなかったんですよ、志村けんさんといえば。だからおばあちゃん、うん、あのおばあちゃんバージョンなのかなと思った。あー、わかりました、うん、そうそうそう、ピンってきましたよ。来た、来ましたね。たた、こういうやつですよね。わかりづらいわ。何今の、もう一回って何、どういうやつ。こういうやつですよね、うん、そう、生やすいもんね、ちょっと恥ずかしさがまだなのかな。あ、そうです、うん、目玉くるりと回りましたね、だって。あ、私ですか。え、同様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 、密かに。いや、私別に回ってるつもりはなかったんですけど。本当。孫になるから抱きしめてよ、だって。孫になるから抱きしめてよ。どういうことですか、私おばあちゃんなのにですか。そうだね、うん、そういうことね。目を目泳いじゃった。目泳いじゃった。はい、はい、あっちゃんビームに勝てないぞ、だって。そうね、孫さんですか、うん、まあでもおばあちゃん、うん、いいじゃん、風呂敷背負ってはい、キャラ的に。じゃあ行きますか、うん、おばあちゃんこれから風呂敷キャラで、うん、でもおばあちゃんっぽいよね。でもうち好きだよ、おばあちゃんっぽい子。あ、本当ですか、うん、なんか、なんだおばあちゃんっぽい子って。一緒にいて癒される。あ、本当ですか、うん、そうですね、なんか嬉しい、なんか褒められてるのか、なんか、ね、まだでも匂いは、あのおばあちゃんちみたいに匂いはまだしない。あ、よかった、うん、まだ匂いは大丈夫。おばあちゃんの匂いは大丈夫ですか、うん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 、あ、そこは大丈夫なら、そう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 、いいですね、うん、よかった、よかったね。初めて言われますよ、おばあちゃんなんて。だってこの距離でこうやって喋ってんのにさ、なんか、え？とかって言われてさ、なんか2回、2回、ちょっと聞いちゃいましたもんね。喋っても、あっちゃんってちょっと15秒ぐらい空いてから、あー、そうですよね、とか、時差が結構あるのね。国境超えちゃってんだ、ここで、結構。ちょ、考えてるんですよね、頭の中で。考えてるね、うん、考えてる時間が、頭の中から15秒にかかっちゃうのね。そうだね、そうだね。そうだね、やっぱそ重要だよね。今日なんか結構動き激しいね、なんか嬉しい嬉しい、なんか嬉ピーとかさ、なんか考えちゃうねーとか、なんかいろいろ動くね今日はね。はい、大丈夫、かっぱ。じゃあおばあちゃんはやっぱほらこう運動しないとこういうこの関節とかも鈍ってきちゃうじゃないですか。もうちょい上でやってもらえないとね、映ってないから。映ってない、うん、はい、ごめんね、はい、回ってるうちにどっか行っちゃうのだね、だって今日おばあちゃんに1時間今日おばあちゃんに1時間、おばあちゃんに1時間、お腹減ってる、お腹減ってる、すごい減ってる。食べてこなかったですか今日。言ったよねさっき冒頭に、私言いましたよね最初に。ほら今笑ってるもん、もうさ、みんなも多分分かってて、冒頭にね、ち今日朝ごはん食べてこなかったんだ、寝坊してって話をしたのね。あ、はい、覚えてるかな。あれ、ちょっと私の耳に入んなかった。
嘘でしょ、はい、あれ、そうなんですか、寝坊したのは、ね、あれ寝坊したのは入ってきたんですけど、寝坊したのはビリギリ引っかかってる、はい、入ってましたけど、ご飯を食べてこなかったの、なかったのはちょっと聞こえなく、あ、そっか、はい、ごめんね、じゃあうちがもうちょっと大きな声で言った方が良かったのかな、はい、すいません、なんか本当に、うん、で、新しい方が入ってくれてますね。串かけさんです。こんにちは、ひめちゃんとあちゃんです。おばあちゃんでしょ、ひめちゃんとおばあちゃんです。はい、はい、おばあちゃんよりタッチ悪い、おばあちゃんボケたのかと、おばあちゃんよりタッチ悪い、そうだ、おばあちゃんでさえね、お腹空いたって言ったらね、おばあちゃんは大体大丈夫かって言ってね、あのご飯の気にしてくれるけどね、まあ、そんなのも気にしないですよ、この人は。タッチ悪いおばあちゃんですよ、本当に言ったよ、あのだから、はい、あの焼肉の話してるとこうお腹空いちゃったみたいな、言ってましたよね、それは言ってましたよね、言ってたよ、それは聞きましたよ、うん、あれ、調子悪い、大丈夫、ちょっと、うん、今日どうしたんですかね、何その靴下なんか、いやなんか、下足並み、パジャマから着替えてきた、今日、違う、ちょっと着替えてきました、着替えてる、なんか足すごい、なんか家で履いてるパジャマみたいな、いやいや、なんかそんなことないですよ、足元まで見えないかもしれないんですが、あ、やばい、ほら、エリカさん可愛くないですか、気持ち悪い靴下を、あ、5本指好きなんですよね、汚れちゃってない、しかもなんか家で履いてる靴下履いてきたでしょ、そのまま、違う違う、ちゃんとしたこれ靴下なんで、だってこれで靴入るの、結構すごいタオル生地だけど、そうですね、結構ボッてなりますから、おばあちゃーんって言われるほら、ありがとうございます、ね、みたいな感じ、本当にトトロの確かに、うん、指別れ、指別れ、いや、いいんですよ、でもこれ確かに、ね、健康にはいいんだよね、健康にはいいんですよ、うん、でも皆さんいいんです、履きましょうよ、ちょうど、あ、今度さ、じゃあ買ってきたいやね、なんかいい風呂敷、あ、いや、風呂敷ですか、うんうん、靴下かと思った、この流れ、風呂敷ってすごく便利なんだよ、でもあれなんですか、すごく便利で、あのこの間うち初めて風呂敷でおにぎりを持ってみたんだけど、稽古舞台の時にね、はい、みんなでこう作んなきゃいけないっつって、20個ぐらい入ってるやつもう余裕で持てたんだ、だからそこにあの緑色のですよね、よくある定番の、それで作ったんですか、違いました、うん、あのね、ピンク色っぽかったんだけど、でもあっちゃんあのね、こう緑でこう丸とかこうバツとか書いてあるようなやつがいいかもしれないわかりますよ、忍たま乱太郎とか出てきそうな、ですよね、こういう、うん、巣鴨に連れて行かなきゃって、あ、巣鴨ね、いいよ、連れて行くね、巣鴨大好きで、巣鴨すっごい詳しいから、そうなんですか、その覚えてる、巣鴨の話、おばあちゃんの原宿って言ったの、あ、私じゃあそこ住もうか、ね、一個一個ね、こうね、説明しないとか思い出さないんだよね、そうですかね、うん、そうかもしれないです、で好きだと思うよ、お洋服とか可愛いね、モンペとかいっぱい売ってるから、欲しいでしょ、モンペ、あ、うん、はい、あっちゃんのじゃあ衣装を作る、モンペで風呂敷着てみたいな、あ、じゃあ雷調査隊それで、うん、で出れた方がいいですかね、でもあのトレーナーもほらね、あのおさらいでしょ、はい、だから誰かにね、あの、はい、買っていただいて、買っていただいて、それで厚着しないと寒いから、ばあちゃんはトレーナーに風呂敷をこう着て、いつでもお団子とか出せるようにしといて、はい、ちょうどいいじゃん、いいですね、赤いパンツ買ってあげるからってはいはい、はい、みんなもうそっち方面じゃないですか、はい、あ、雷なのに新人さんまだ浅草行ってないのかね、だって、あ、じゃあ今度浅草で行く回スペシャルで作ろうか、本当ですか、うん、それもまあくまちゃんとおしん帰ってきて4人で話し合って、うん、ね、だって行って浅草行ったことあるっていうか、浅草で買い物したことある、ご飯食べたことある、いや1回だけありますよ、あ、そうなんだ、1回でしょ、1回だけ雷調査隊なのにすごい自信満々に言った、無事で言いましたよね、1回ありますよ、すごい言った後に1回だけ、1回だけ自分でポソッとついに言っちゃったね、はい、赤い、そう、なんで巣鴨ってすごいね、赤い洋服ばっか売ってるの、そうなんですか、なんか赤はなんかすごいそういう運気アップとかで、そう、赤いパンツとか赤い腹巻きとかめっちゃいっぱい売ってるの、いっぱい売ってるんですか、そう、いっぱい売ってたよ、いっぱい売ってた、行ってみたいですね、久しぶりに雷門か中継、あ、いいですね、まあ、でもその際には途切れ途切れになってもご了承くださいということでね、あ、ちょっとあれ、うん、電波そう、電波がね、雷門はね、すごくね、電波がね、ちょっと弱いから、はい、まあちょっと途切れ途切れになっちゃっても、みんな、それは、ね、ね、しょうがないですね。しょうがないということで。まあでもなんか、多分電波がある雷、あの浅草のお店とかもあると思うから、はい、そこね、なんかどっか行ってみたいでしょ、はい、行きたいです。ね、
あ、ロック通りでモノマネね。そう、ロック通りっていうね通りがあるんだけど、はい、結構浅草では有名な通りなのね。ね、そ、まあ、そこのロック通りに結構まあ浅草のドン的なお店がそこにいっぱい並んでるんだけど、はい、昔からのお店が並んでるんだけど、そこのなんかど真ん中でミヤビームがすっごい勢いでモノマネダンスを踊り始めたりしましたからそういうのもやらなきゃいけないね、新人だから、うん、いいですね、4人でこう1人だよ。え、1人1人だったの、ミヤビーム4人じゃない、1人、うん、みんなでこういう感じじゃないんですね、うん、はいはい、うどんに反動が過ごし、はい、うどん、どんね、どんです、どん、あー、どんですよね、うん、そう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 、まあだからね、結構ね、浅草もね、あの雷女さんが相当ね行ってますか。行ってるよ、もう本当に行ってる、美味しいとこかなり行った、ケーキ屋さんも行ったし、アンジェラスっていうすごい有名なケーキ屋さんとかもあって、うわー、行ったり、あとはね、あのモンブランっていうね、あのすごいの、なんかハンバーグがもうすごい大きくて、ね、もうチーズの海みたいなのも、チーズの海、まあ、いろいろ選べるんだけど、うちらが調査で食べたのはもうチーズが一面にかかってる、とろけるチーズがかかってる、でお肉がまたジューシーなのね、すっごく、でそれも食べたし、まあ、ラーメンも食べたし、まあ、いろいろ食べたね、もうなんかもう数えきれない、もう、ね、おしんたちはあのお好み焼きとかも食べてるし、まあね、今度またね、うんうんうん、あ、そう、おしんちゃんが地図持ってるか見せてもらって、で、そうなの、あ、そうなんですか、あの、おしん、手作りのね、地図があるのよ、おしんちゃんが描いてくれたんですか、そうそうそう、あの、おしんが描いてくれて、またすっごい絵がとか字が上手いから、すごい細かく描いてあって、で、似顔絵も前に描いてくれて、はい、似顔絵のステッキみたいなので、みんなで、今日はここを行きましたみたいな感じで歩いたりとかしてて、そうそう、ぜひやりましょう、それ、なんかおしんいつも画用紙みたいなのにいろいろなんか書いてくれてるのね、ユーストリームなんとかとか、なんかその宣伝みたいなのを書いてくれるんだけど、すごいポップ作りがうまいから、それで初耳だ、そうなの、意外でしょ、でそれおしんしかも美容師だったね昔、そう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 、そう、私には何も教えてくれない寂しそう、おばあちゃんだからじゃない、聞こえないと思って言わないんじゃないの、過去のことを、うん、全く知らないですよ、なんか寂しそうだね、ちょっとリアルにね、なんかちょっと悲しくなりました、あのちょっとあの補聴器つけてから多分お尻話した方がいいんじゃない、多分超リアルになってきた、うん、そうそうそう、姫の特技は自動販売機と話をするんだよって、あ、そう、それなんか聞いたことあります、あのね、確か浅草であの調査してこいって言われて、で結構人見知り、意外に人見知りとかビビりだから、はい、分かったって言ってきて、昨日自動販売機の前に行って、自動販売機にこんにちはって言って自動販売機にちょどうやっぱ朝からね、夜まで働いて、はい、寝ててこなかったらボンボン押されるし、はい、大変ですよね、はい、みたいな感じの調査を3回ぐらいやったかな、本当ですか、経験だよ、今度やってみる、はい、まあその自動販売機浅草に限らず、まあ、どこにでも結構いらっしゃるじゃないですか、います、結構いますよね、じゃあね、まあ、今度ね、ぜひやって、ね、うん、あのなかなか結構頑固だから答えてくれないんだけど、いや、だいぶ頑固だと思いますよ、だけど難しいけど、そこを習得するとまた一歩大人になれるから、はい、無口の人と喋るっていうのはこれだけ大変だっていうね、え、それ1時間やったんですか、まあ、10分ぐらいやったかもしれない、あ、うん、10分、あ、結構すごいですよ、そうなんですよ、すごいですね、そしたらね、あの話しかけてるとね、途中でね、お茶が出てくるのよ、そう、すごいでしょ、ありがたい、ありがたい、すごいの、話しかけると本当に3回中ね、3回でもね、お茶とかなんかあの、飲み物が出てくるの、ボーンって、もうこれまたすごいんだな、なんかを伝えたい、うん、そう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 、さすがにね、もうきついな、それそれは意外にね、好評だったんですね、すごく自動販売機と話してるっていう、その姫の姿がすごく、はい、メーカーによっては赤くて照れてるから、そうなの、テレアさんの方もいるんですね、いろんな色黒の方とかね、いるんですね、そう、あとはさすが姫、うん、やる方がね、やる方、そうね、やる方がね、うん、いろんな方が、いろんな方がって、いろんな方がなっちゃったよね、今いろんな方がっていう一緒に入れられちゃったよ、今仲間なのにね、いろんな方がいてすいませんね、なんか逆に、はい、うん、新しい人が、新しい人がなって、いろんな人が、新しい人がですよ、私は、うん、そういう人ですはい、ぜひ私も今度やらせていただきます、ね、思ってないでしょいや、はちょっと何そんな、なんかやりたくないしみたいな思ってるでしょいやいやいや、やりたいですよ、本当に思ってないもんね、心から、うん、
心、いろんな方とか言われちゃってるもん。浅草ツアーだ、そうね、浅草ツアーやりたいね、やりたいツアー。ただ結構ゆっくり歩かないと、ほらね、おばあちゃんだからきついでしょ、歩くの。そうですね、うん、あ、なんかあの杖とか買ってから行く。あ、わかりました、うん、じゃあぜひその、うん、あ、行った店、ね、本当にね、あれがあるのよ、風呂敷とか多分いっぱい売ってると思うよ。風呂敷も、うん、いや全部揃えなきゃダメなんですかね、うちそれも。それダメだよ、揃えなきゃ。それしょって、しょうかこう持って手にこうやってね、こういうの、あ、なんかトトロみたいなやつ似合いそうじゃん、こう笹のこういうなんかやつのこう団子みたいに入ってるやつ、こうやってこういう風に持ったら、ね、もう私もう言いたい、うん、もうやられた放題ですね、うん、あ、おんぶしてあげるよって秀川さん。あ、本当ですか。ありがとうございます。おんぶ、なんかその際に縮れ毛じゃ触れるね、おんぶしたら。あ、そうですね、うん、もうこの辺、この辺ぐらいもおーって、うん、そこまでこんなに来たらそこまで来ないと思う、秀川さんの縮れ毛、うん、すいません、なんかちょっと大げさに言っちゃいましたね、はい、見たことないのに、本当に本当にね、はい、もう見たことないのにとか、すごいもうなんか物みたいになっちゃってね、縮れ毛がなんかすごい静電気とか書かれちゃってるけどね。あ、静電気ここまで来たってこと。 あ、なるほど、不思議でしょ、その静電気じゃん、もはや。もうひげは縮れてない。あ、ひげはまっすぐなんですか、じゃあ。はいはいはい。ここにおんぶしたら、ここに来ちゃうってことでしょ。あ、そうですそうです。おんぶ、あ、私のひげ、私はないですよ。もうなんかいいや、ごめんね、ごめんね、おばあちゃん、ごめんね、なんかごめんね、おばあちゃん、なんかごめんね、おばあちゃん、なんか手痛かった、折れちゃった手、って、もうひめちゃん、ほんとおばあちゃん言い続けて、ほんとおばあちゃん扱いですね。いいじゃん、キャラができるってのいいことだよ。姫はもうね、適当キャラだし、おしんはあんなおじさんだし、おじさん、くまちゃんは、まあ、ね、もうどうしようもないんだからね、ゲイみたいな感じになっちゃったし、あ、ゲイ、あ、ゲイみたいになっちゃったし、じゃあもうおばあちゃんでいいんだよ。じゃあ私おばあちゃんだ。姫は言い続けるぞ。そう、言い続けるよ。姫とね、クマちゃん基本しつこいから、もうね、すっごいね、あれだよ、もうおばあちゃんってキャラでこれからね。わかりました。じゃあおしんちゃんと、うん、おしんちゃん、おじさん、おじちゃん、でもね、おじさんって言うとすっごい怒るね、機嫌悪くなるの、すごい。で、クマちゃんにね、一回なんかおじさんって言ってみてって言われて、おじさんって言ったらすんごい機嫌悪くなる。すいませんみたいな。リアルですか。リアル、リアル。そう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 、怒んなりください、おじちゃん。はい、分かるまで何度も言いますわよ、だって。そうね、もうね、ちょっとじゃあおばあちゃんキャラでいこう、とりあえず。だから来週また変わってたりしてね。新しいのができる、うん、はいはい、ということで、もう50分なので、はい、まあ、いろいろ告知は今日はあるわけなんですが、そうです。ではまず何からいこうかな。何がいきますか。じゃあ、まあ、来週、じゃあまず金曜日行くところまずいきますか。じゃあ金曜日行くところは、じゃじゃん、まあ、とりあえずさっきも言ったんですが、はい、焼肉メオの三鷹店の方に行きたいと思います。ですね、はい、住所の方が東京都武蔵野市中町 1-17-2、はい、電話番号が 0422-55-0019 で、三鷹駅北口から徒歩1分のところにあります、はい、ということで来週はここに調査しに行きたいと思います、はい、ですね、それからですね、まあ、これは結構重大ニュースなんですが、はい、ですね、前雷調査隊には、はい、あのしおりんっていうね、はい、調査隊員が、まあ、ちょっとかなり言っちゃってるんですけど、言っちゃってる、はい、はい、調査隊員がいるんですね、はい、でその調査隊員がですね、なんと2月の25日から、はい、復活するということになりました。おめでとうございます。しおりんお帰り。あのね、ちょっとしおりん強烈すぎて、もしかしたらあっちゃんびっくりしちゃうかもしれないけど。え、本当ですか。しおりんのね、ペースにどういう強烈なんですかね。楽しみだな。はい、しおりんでーすって感じの子なんですね。あ、そうなんですか。はい、しおりん復活なんですよ。やった。はい、ということでね、またね、しおりんが復活ということで、その企画がですね、はい、なんと、なんと、じゃ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 ん、しおりんがですね、2月の25日にレーシックを受けるということで、そのレーシックの手術のところにですね、はい、なんと、取材に行っちゃいたいと思います。ガチです。ガチです。本当にしおりんがガチでレーシックの手術をするんですが、します。その手術のね、ところに潜入して、潜入1時間、そこから2月25日はこちらのお送りします。はい、加藤夏樹さんがこのイメージモデルをやられてる、はい、このレーシックのこの会社で、なんと本当初めてですよ、レーシックのところに行くのなんて。手術、そうです、手術中の生中継はさすがにできないんですが、できない、手術前と手術した後も、もちろんしおりんがもうどうだったかっていうのを、感想を、はい、で
もうちょっとやばいですよ。これも皆さんぜひレーシック考えてる方はぜひ。そうですね、はいはい。SBC の SBC の SBC のレーシックセンター、はい、そうですね。しこれ有名ですよね。すごいポスターとかもいっぱい貼ってありますもんね、はい、そうです。ビフォーアフターなんですよ。病院に生ゴミ立ち入り禁止。そうですね、ビアビームはちょっと入れられないですね、生ゴミなんで、はい、はい。でもこれね、ちょっとね、中見るとね、すごいんですよ。この手術のなんか手順っていうか、みたいなとかも載ってて、こういうのをすごいですよ、これ。なんかもう目からなんか放出してますもん。そう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 。あ、しおりん初めてだから来た時は紹介してね。はい、はい、ですね。多分しおりんを知らない方もたくさんいらっしゃると思うので、またしおりんが来た時には、まあしおりんもその髪の調整ができた時からいるメンバーなので、はい、ぜひ皆さんにもしおりんをまたね知っていただいて、まあ復活ということで皆さんで、ね、またね、なんかワイワイね、ワイワイになりますね。5人になります。その復活がね、レーシックっていうまさかのね、しおりんらしい復活の仕方ですが、すごい復活の仕方だね、これとね。ね、復活祭りしなきゃ。レーシックはすごいね。それでですね、はい、まあ、2月25日はしおりんの復活祭りということで、はい、まあ、レーシックの手術を、はい、まあ、中継したいと思います。はい、それとですね、まあ、告知の方いきますか。いきましょう。ですね、まあ、2月の5日の、ミヤビンパラダイス、ミヤパラは、その日は私が姫パラになります。はい、姫パラになります。はい、2月5日は、また詳細はブログとかでも発表しますが、2月5日は、はい、ミヤパラじゃなくて、姫パラにしたいと姫パラにしたいと思ってますとかだけど姫パラにしますので、はい、ぜひ皆さんよかったら、まあ、東京ベイスタジオ遊びに来てくださいってか、絶対来てください絶対に会ってない方もね、お台場に遊びに来がてら来てください。会っちゃってるんだよね。そして実は、はい、その私も3月、はい、多分ほとんど3月いっぱい、はい、ビームちゃんの代わりに、はい、ミヤビームじゃない、 あっちゃんパラダイス、バーパラ、バーパラバーちゃんパラダイス、あバーちゃんパラ、あっぱら、あっぱらとかあるんですか、あっぱら、はい、はい、バーパラパラダイスが始まります。バーパラパラダイス、それ言っちゃって、どういうことバーパラって、そのパラはさ、パラダイスのパラなのね、うん、どこ行っちゃった、バーパラパラダイスってバーパラっていう名前になっちゃったじゃん、はい、ちょっと言いにくいですね、これ、まあ、あっちゃんパラダイスが始まります。はい、そうですね、まあ、Send me a kiss とか、please、はい、チュッ、はい、チュッ、え、何やりましたよね、今、ゆりちゃん。チュッてやったのよ。はい。キッスみたいな感じ。はい。はい。はい、バーバパパがとか言われてるし。バーバパパ、かわいいじゃん。うん、なんかいいね。まあ、ということで、ミヤパラの代わりに、ミヤパラとアッパラ。アッパラ、アッパラ。やりたいと思いますので、はい、まあ、ぜひ詳細の方は、2人のブログでも紹介しますし、そうですね、番組でも随時紹介し、告知していくので、はい、よろしくお願いします。じゃあ個人的な、またいいですかね、告知の方、どうぞ。ですね、3月の17日から3月の20日まで、またイザメさんと一緒に舞台の方やらせていただきます。中野テアトルボンボンというところでボンボン、はい、やりますので、はい、池風間山荘という、舞台でして、まあ、今度はまあちょっと刑事ものポリスコメディですね、コメディで、まあ、たくさんいろんな方がまた出てくださるので、よかったら見に来てください。ポリスガール、ま、はい、またブログの、はい、ひでかずさんありがとうございます。また、はい、ぜひよかったら来てください。はい、まあ、ブログの方で、詳細などを載せるので、また詳細が出次第載せますので、はい、ぜひ皆さん舞台の方も遊びに来てください。はい、はい、あとそして、はい、ブログも見てください。はい、ブログも、田中敦子で、はい、検索すれば出てくるんだよね。はい、はい、あとひらがなで、まあ、みき姫って検索してもらっても出ますし、まゆずみきで検索しても出てきますので、よかったらブログもよかったら来てください、見てください。はい、ということかな今全部言ったかな、告知は全部言ったかな、はい、結構今日告知があったから、ね、多かったですよね、結構ね。あ、おばあちゃんのブログ、そう、おばあちゃん、おばあちゃんにしましょうかね。毎日あの
このお茶がいいとか紹介してたもんね。このここの風呂敷ブランドがいいみたいな書いてたよね。あーはい、書いてなかった？ないですよ。書いてなかったか、それ書いてるって言っときなって、はい、書いてます、そういうの。書いてるんでぜひ見てください。はいはいはい、お疲れだったねとか言われちゃってるけどね。お疲れ様ですね、本当に1時間ね、はい、今日あなんか最後ですね、入ってくれました、また新しい方が、リヒト、リヒトさん、こんにちは、ありがとうございます。ひめちゃんとあちゃんで、はい、今おばあちゃんって言うかちょっと迷ったんでしょ。いや自分ででもびっくりしました、初めからおばあちゃんって言われた、はい、はい、最後あと2分で番組終わってしまうんです、はい、リヒトさんありがとうございます。よかったら金曜日もですね、毎週水曜と金曜日に、水曜は、今日と一緒ですね、1時から2時までの生放送となっております。ですね、金曜日は、7時から8時になっております。はい、そしてそうだ、忘れてた、あと2分ある、 T シャツだ、私たち、ですね、今日は私服デーなんですが、はい、これおっしゃって大丈夫ですか。はい、ですね、この雷公式グッズがあります。はい、そちらの方で、あ、私の方からも飛べるようにはなっているんですが、こちらの方ですね、今出ていますね、これですね、あの T シャツ、ロンティー、ロンティー、まあ、我々があの調査た、あの視聴者隊員さんからいただいたトレーナーのカバンね、いろいろありますよ。あ、間違えた、クッション、クッションだね、コップ、はい、ちょっといろいろあるので、はい、よかったら、はい、皆さんもオリジナルグッズはですね、こちらから飛べるようになっております。よかったら皆さん、ぜひぜひ行ってみてください。はい、ここから買って、え、全然セーフするのじゃん。ここか、はい、いやいや、ね、ここ、はいはいはい、はい、見てください。ひるかんさん、金曜日もいっぱい食べてねって言ってました。はい、いっぱい食べます。金曜日もね、美味しいものをたくさんね、お届けしたいと思いますので、よかったら金曜日もまた19時から8時まで、ね、見てください。おしんも、もしかしたら戻ってくるかもしれないですね、はい、復活3人で、はい、やりたいと思いますので、はい、また金曜日7時からお会いしましょう。はい、今日もありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。